80年代青春だった人が、間違いなく思い出すのが、ヤンキーのバイブルだった。映画、ビーバップ、ハイスクールのあの二人ですよね。私立愛徳高等学校、2年 C 組の仲間トオルと加藤博史。悪には違いないが、どこか憎めない二人。そんな主人公を演じた。二人の俳優のその後を、気になって追ってみました。その片方の仲間トオルを演じた俳優中村トオルさん。映画ビーバップ、ハイスクールでデビューした頃は、とっぽい兄ちゃんって感じでしたが、あれから34年の歳月が流れた今では、どんな役もこなせる名優となりました。その後は、次々にヒット作に恵まれ、最近では北川景子主演ドラマ、帰ってきた家売る女に出演し、ちょっと間の抜けた課長役で好演しました。コメディーも渋い役もこなす、欠かせない俳優となりました。今年で54歳になりますが、その魅力は、どこか寂しそうな影があるところではないでしょうか。ですが、相棒役だった清水幸次郎さんといえば、残念ながら今は所在不明ということらしいのです。清水さんは原宿の竹の子族出身、中村さんは専修大学出身。実際、出会った時から二人は、全く正反対の存在でした。それにしても、出会ってからその後の人生が、なぜそこまで違ってしまったのでしょうか。気になったので、さらに調べてみることにしました。中村さんはビーバップの後、いきなり大ヒットドラマ、危ないデカにレギュラー出演した後、海猿、チームバチスタ、ロストメモリーズなど、メジャー路線での地位を、着々と築いてきました。今や国内外を問わず活躍する大物俳優の一人です。一方、清水さんは全く違ったようです。もともとアイドル歌手でしたが、歌手としても大成せず、完全に俳優に専念したとはいえ、その役どころは、ほぼほぼ怖い人や不良のみ。映画極道の妻に出演後は、V シネで活躍をしましたが、デビュー作のイメージが拭いきれず、テレビでもほとんど見かけることもなくなりました。六本木でクラブ店長もしていたらしいのですが、2年で閉店ガラガラ。清水幸次郎さん。しかも、その後がとんでもないことになっていたのです。2012年 V シネマ制作費用の借金問題が発覚、訴訟を起こされ敗訴となったにもかかわらず、その2000万円を支払わず、姿を消したというのです。さらに、現在、清水さんは、とんでもない状態だと言います。座っていても、動悸を起こして突然倒れてしまったり、手足が、ブルブル震えて抑えられなくなることもあるそうです。更年期障害だったのです。挙句に症状が出ることを恐れ、不安を拭い去るために、朝から酒を煽っているとか。一体、どこまで転がり落ちるのでしょうか。清水幸次郎さん。なんと、今は神戸にいるという噂です。このようにビーバップの後、明暗を分けたように見える主人公の二人。一体、どこで歯車が食い違ったのでしょうか。一つは、身近な人間関係が影響していたのでは、とも言われています。中村さんの事務所には、なんと松田優作さんがいて、中村さんのことを弟のように可愛がっていたということです。踏み外さなかったのは、カリスマ俳優のおかげだったのでしょうか。もう一つ考えられるのは、それは結婚ではないでしょうか。清水さんは未婚ですが、中村さんはといえば、俳優の鷲尾いさ子さんと、1995年に結婚しています。馴れ初めは、1992年の自身の主演ドラマ、俺たちルーキーコップでの共演だったといいます。中村さんは、当時ビーバップでも共演した、宮崎真澄さんと別れた直後でした。あの当時は、まだ芸能人同士が恋愛することが難しい時代で、長い間、マスコミにひた隠しにし、やっとゴールインした時のこと。鷲尾さんは、この日が来るとは思っていなかった。
と涙を浮かべながら語っていたのが印象的でした。その鷲尾いさ子さん自身も、かなりすごい経歴の持ち主で、雑誌ソウエンの専属モデルとして、連続24ヶ月表紙モデルは、ソウエン史上最長記録とか、当時、一流への登竜門と言われた。全日空水着キャンペーンガールでメジャーデビューした逸材。1987年には、本場、パリコレにも出演していましたし、1989年テレビ CM 鉄骨飲料の鉄骨娘でまたもやブレイク。当時は爆発的な人気でした。結婚後、二人の娘さんを授かり、都内に2億円の豪邸を建て、まさに順風満帆の結婚生活のはずだった。いさ子さん。出産後の2000年代半ばから、極端に露出が少なくなったのですが、それは家事・育児に専念するためだとばかり思っていました。しかしそうではなかったのです。実は、その裏には衝撃の真相があったのです。重い病に倒れていたという鷲尾さん。それは原因不明の難病だったといいます。歩行や会話も困難になる可能性もあると言われ、リハビリ治療を続ける必要があり、そんな状態ですから、おのずと家族の生活のスタイルは、それから大きく変わったと聞いています。全く、よりによって、なぜ彼女なのか、そう思わずにいられません。鷲尾さんが病気であることについては、所属事務所も認めてますが、まさに衝撃的な事実でした。中村さんは、ある雑誌の取材で、守り抜きたいものについてこう言いました。もちろん家族です。妻や子供は間違いなく、自分でなければダメな人たちで、自分をどうしようもなく必要としてくれていると思う。堅苦しく言えば、そう思うのは責任感からかもしれないけど、守らなければと思うのは確か。その言葉通り精一杯、愛する妻や娘たちのために頑張る中村徹さん。人としても素晴らしい方ですね。しかし、原因不明の重い病の正体とは一体。いろいろな見解を重ねると、その中で最もそう思えるのは、ALS という病です。手や指、足の筋肉が弱くなり、痩せ細り、発話困難、呼吸障害が症状として出るようになるのですが、意識や五感は最後まで正常で、知能の働きも変わらないため、難病の中でも、特に残酷な病であるとも言われています。完治の可能性は非常に低く、おそらく今は投薬とリハビリで何とか維持していらっしゃるのではないでしょうか。あくまで推測の域を出ませんが、しかし最愛の妻を愛する娘たちと共に全身全霊で支えている中村さんの姿には胸が詰まる思いがすると同時に、清水さんと中村さんのその後が、ここまで違ってしまった、最も大きな理由は、もしかすると、自分のすべてをかけて愛する人の存在が、あったかなかったか、その違いだけだったのかもしれないと思いました。中村さんと清水さんのその後は、二人とも違った事情ではありますが、決して幸せだったばかりではなく、むしろ、多くの苦しい人生を、しのいできたと言えるのではないでしょうか。いかがでしたか。あなたはどう感じましたか。私はやはり人間は愛がないとダメなんだなと思いました。清水幸次郎さんもいろいろありましたが、早く立ち直ってほしいものです。何より鷲尾いさ子さんのご病気が少しでも良くなってほしいと思いました。それでも明るいニュースもあって、なんと娘さんの美代さんがモデルデビューされたそうですね。ご両親から譲り受けた抜群のスタイルとルックスで、将来がとっても楽しみですね。最後に、人の人生とは何が幸せで何が不幸なのか、考えさせるのが調査でした。最後までのご視聴、誠にありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。